大阪の吉村洋文知事は14日、囲み取材に応じ18日19日に岸和田市内で行われる岸和田だんじり祭りについてよく考えて判断してもらいたいと苦言を呈した。吉村知事は確かにお祭りではあるんですが、一方で地域が主体となって主催する江戸時代から続く神事祭礼の側面があると理解を示し行政、大阪府が一方的に自粛せよというものではないとした。しかし地域が感染状況を踏まえてしっかり判断してもらいたいと進言。さらに、現在は府としても個別のイベント捕まえて中止要請はしていないとし判断するのは地域だろうと思います。中止せよ、とは言いませんが今の感染状況を踏まえて地域の皆さんは、よく考えて判断してもらいたいと話した。だんじりが街角を豪快に回るやり回しが名物の岸和田だんじり祭り。昨年は新型コロナウイルス感染拡大を理由に、引き回しを自粛し神事だけが行われた。岸和田市の公式サイトでは今年は観覧自粛を求めながら、運営団体は2年ぶりに引き回しを復活させる意向を示している。吉村知事は医療の逼迫、今後感染拡大が心配される子供の参加を懸念しながらどうしても密になりやすい、感染が広がりやすい環境。最後は神事祭礼の側面があるので、地域が判断することですけど、よく考えた上で判断してもらいたいと念を押した。